き続き第一種警戒態勢を維持。引き続き第一種警戒態勢を維持。引き続き第一種警戒態勢を維持。サーチライトでの警戒を怠るな。見たとの報告があり。カッキー、紹介を怠るな。交戦中との報告があり。カッキー、紹介を怠るな。あります。カモン、向か地方を除く各部、出力解放、行けます。地方、重点急げ。ウリトラの力、試させてもらうぞ。副砲、攻撃よ。動力伝達に障害が発生。急急げ。副砲、動力復旧完了しました。
第一、第二ブロック機能停止しました。出力低下、高度を保てません。なんとか持たせろ。手法はまだか。第一、第二ブロック機能回復。手法充填完了しました。よし、敵を手法の社会に捉えろ。手法発射準備。2種警戒態勢発令。第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 2種警戒態勢発令。帝国艦隊の力を思い知らせてやれ。
性生物弾を使え。
帝国の騎士は全滅だとよ。ドラゴンが焼き払っちまったらしいぜ。よう、調子はどうだ。お前さん、このでかい銃どこで手に入れた。渓谷に落ちてたんだ。持ち主の死体も一緒だった。そうか、まあハンターらしい最後か。評議会の発表聞いたかい。まさかドラゴンが出るとはね。塔を探してる奴がいるとは聞いてたが、お前さん本気なのかい。てめえら考えが甘いぜ。帝国がそう簡単に引き下がるもんか。俺は当分ここから出ねえよ。本当に安全になるまでな。結局帝国軍も神様には勝てないのよ。いい気味だわ。あとは客足が戻れば言うことなしね。結局みんな何もしなかった。ドラゴンが助けてくれるのを見てただけだ。親父ならこの中だぜ。あいつが教会に用事とはね。絶対何か企んでやがるぜ。つまらん噂を吹聴しておるようだな。つまらん噂？それをしているのはあなたでしょ？常識でものを判断していただきたい。数百からなる空中艦隊ですと？9世紀の雷撃兵器を使う？へ、仮にも司祭ともあろう方がそのような流言飛語に惑わされるとは。たとえそれほどのものでなくても、戦えば死者が出る。おとなしくしていれば彼らもいつかは去っていく。だが我々は違う。戦って負ければ行き場はない。この町は神の力に守られている。そう言ってたのはあなたですぞ。ドラゴンも神の力ではありませんか。信仰を失った者が何を言う。誰だ、よそ者のハッターではないか。なぜここに。バイマン、貴様。エッジ殿、守備はどうです。湖の帝国軍は全滅させた。この町の近くにはもう一隻も残ってないはずだ。どうです、司祭殿。帝国軍といってもたった一体のドラゴンに滅ぼされるようなものじゃありませんか。そんなものに怯えていたとは。所詮張り子の虎、恐れるほどのものではないということです。これで町の人間の考えも変わるでしょうな。この町はドラゴンによって守られた。私の予言通りにね。どちらを次の司祭に推すか考えるまでもないでしょうな。愚かなやつだ。いつかお前にも分かる日が来る。
続きは明日の評議会で聞きましょう。ああ、待たせたね、ちくん。君のおかげで全てがうまくいったよ。いやあ、まさにこの町の英雄だよ、君は。それより。ああ、遺産のことかね。悪いが、明日まで待ってくれんか。評議会が終わるまでは許可がおりんからな。大丈夫。明日からは私が司祭だ。では私は家に戻るよ。こう見えても忙しい身でな。ローダには近づかんでもらおう。外の子供と一緒にされては困る。あれは評議会に認められた子なのだ。どういうことだ？ここでは認められた子供しか育てられん。限られた恵みで命をつなぐための掟だ。人が増えないようにしてるのか。そうだ。そうやって我々はこの生活を守ってきた。無秩序なよそ者とは違うのだ。ああ、君か。今は次期司祭を決定する微妙な時期でな。申し訳ないが、席を外してもらえんかな。今日のところはこれで引き取ってくれ。君、ここをどこだと思ってるんだね。司祭様に対して失礼じゃないか。どうだった守備は。明日もう一度来いって。ま、いいや。それよりお前に渡すものがあるんだ。手紙？誰からだ？俺が知るかよ。お前の知り合いじゃないの？ハンターみたいな感じだったけど、なんか妙なやつだったな。久しぶりだな。正直言って驚いたよ。まさか君が噂のドラゴン使いだったとはな。それだけか。僕のことを覚えているのなら、自分があそこで何をしたかも覚えているはずだ。あの発掘所でな。エッジ君、これは戦争なのだよ。世界を破滅から守るためのね。その鍵とも言うべきアゼルを手に入れる。それにはああいう方法しかなかった。もっとも帝国はまだ諦めていないようだ。君に会いに来たのはそのことだ。撃つな。クレイマン！
丈夫か。くそ、逃がしたか。やっぱり帝国の奴らだったんだろ。昼間からなんか怪しいと思ってたんだ。どうだ、俺も役に立つもんだろ。どうした、エッジ。いや、なんでもない、なんでもないんだ、クレイメン。ああ、よく来てくれた。わかっておる、例のものだな。我々に残された遺産、すなわち守り火の火種は教会の聖堂にある。これがその聖堂の鍵だ。これは君に差し上げよう。もうこの町には必要ないものだからな。ところで相談があるんだが、この町を守る仕事に就く気はないかね。選ばれた民として生活が保障されるのだ。悪い話ではなかろう。わかった。でも養ってもらう必要はない。ずっと町にいるわけにはいかないからね。まあよかろう。ただし有事の際は私の命令に従ってもらうぞ。いや、もちろん働きに応じてその礼はする。よろしく頼みよ、エッジ君。バカ者めがドラゴンの力を愚劣な謀略に使いおって。様も神の怒りを受けるがよいわ。親父のやつ、すっかり調子に乗っちまってさ、完全に町を牛耳った気で言いやがる。みんな神様に助けられたと思ってるぜ。無知な連中はこれだから困るよな。大丈夫か。こいつの光り方が変わってたから慌てて飛んできたんだけど、そしたらお前がこれに触ったまま光に包まれてて。光？ああ。さっきの幻見えなかったのか。見えなかったって何が？塔があって、そのそばに。ここだよな。あれ？何も起きないぞ。俺は
もう少しこいつを調べてみるよ。エッジ、これ持っていけよ。メルカバの資料だ。絶対役に立つぜ。なんたって俺がまとめたものだからな。